はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。マオザマッチがおそらく登場間近じゃないかなということを記念してね。まあ、いつ出るかまでわかんないですけど。<laughs> まあね、もしかしたら24日から来るかもしれないんでね、ちょっとやっておきたいことがありまして、 まあ、昨シーズンのね、マーボーザマッチ、皆さん知ってますかっていうか、今年から始めた人はもう知らないと思うんですけれども、実はね、昨シーズンから、まあ正直始まったと言えるこのマーボーザマッチなんですけれども、まあ今年とね、結構仕様が違ったりとかしてね、まあ覚えてる人もいると思うんですけど、忘れた人もいると思うんでね、まあここをまずちょっと振り返りをね、えー、動画としてちょっともう一回撮っておきたいというところと、あとはやっぱりね、もう覚えてないと思ってる皆さんね、誰が選ばれてたかね、今年の40人。 覚えてる人多分言える人あんまいないんじゃないかなと思うんで、これを機にね、ちょっと振り返っていこうかなと思います。まあ、正直僕もこの動画作ってて、あの、正直、あの、忘れてる選手普通にいました。ていうか、まあ、半分も覚えてなかったな。うん、というぐらいなんで、多分皆さんも覚えてないと思うんで、よかったらね、この動画で再度ね、確認をしてみてください。で、まぁ、あ、ちょっとね、去年と仕様が違うんでね、参考にはならないと思いますが、はい、一応振り返っていこうと思います。よろしくお願いします。 はい。ということでね、今日は順番としては、まずマーオブザマッチの去年のやつを振り返ってみて、で、今年の話ということでね、まあ、順序移っていきたいと思います。ということで、じゃあ早速ね、やっていきたいんですけれども、じゃあまずは、えー、去年出てましたね、この J1 リーグ第33節マウオブザマッチって書いてますけれども、これどういったものだったのかというのをね、見ていきましょう。こちらです。はい。えー、22シーズンのマーオブザマッチ振り返りということで、 これはどういったものかと言いますと、J1 リーグの第33節の勝利チーム、または引き分けのホームチームの、えー、マーブズマッチに選ばれた選手が1人ずつ、1名ずつ、で計9名。ということで J2 なかったんですよね、去年ね。うん。で、J1 の、まあ、18割2ということでね、9チームの選手が、えー、1人ずつ、えー、ガチャゲンとして登場してましたね、というところですね。はい。まあ、おそらく今年も、 まあ、この仕様は多分変わらないんじゃないかなと予想はしますけどね。多分ガチャ回さないと手に入らないような限定になってるんじゃないかなというところが、まあね、あのー、あると思います。まあ、ちょっと豪華なんでね、去年に比べるとね、あのスキル選ばせてくれたりとかね、してるんでね。まあ、多分ちょっと縛りはある,んであるんじゃないかなというのは予想されると思います。で、えー、次ですね。まあ、あとはガチャがじゃあどういった詳細だったのかというのを見ていきたいんですけれども。 はい。えー、ガチャの詳細は1週が11連7回で構成されてましたね。はい。で、ピックアップは1、3、5回目にあり、えー、10%、20%、30%それぞれのマーオザマッチピックアップがありましたと。で、7回目はマー,マーオブザマッチ1人確定というね、ガチャ詳細になってましたね。というところでね、これを聞いて思い出した人もいるんじゃないかなと思います。 まあなので、ガチャの周回としては結構しやすいガチャではありましたね。ただ、登場選手が結構絞られている部分もあったと思うんで、まあ、今年この仕様かどうかと言われるとまあ、ね、あのー、9人から40人に増えてますので、おそらく、ねまあ、個人的にはこれをそのまま運用するというのはないんじゃないかなと思いますね。で40人いるので、おそらくまあ優勝限定か普通かと言われると、多分優勝限定ではないとは思うんですけれども、 まあ、7回構成はちょっと変わらないかもしれないですね。ここはもしかしたら同じかもしれません。ただ、まあ、お気に入りつくんじゃないかなと。うん、個人的には思ってますね。はい。まあ、じゃないとね、結構絞れないとあんまりうまみがね、投票ガチャっていうのはまあ出にくいっちゃ出にくいんでね。うん。っていうところで、まあ、おそらくそういったところの変動はあれど、もしかしたらガチャの基礎のこの7回構成というのは一緒なのかもしれないというところでね。もしかしたら参考になるかもしれないんで、一応ね、ここを押さえておいてください。 まあ一応ね、そのお気に入りがあるなしにかかわらず一周はしようと思ってる人は、まあ7は見といた方がいいね。なんなら9見といてもいいかもしれないですね。で、まあ仮に5とかで、まあエクスペピタにね5で回してたりとかしたらそれはそれで美味しいんで、まあ一応、うん、7か9ぐらいで、はい。あのー、なんていうかな。まあ一応場もか、場も計算はしとくと、まあいいんじゃないかなと思います。まあ出てみないとわかんないですけどね。はい。 ということで、去年のガチャね、こんな感じでして、で、あとね、ガチャだけじゃなくてね、実は MOM ね、去年ミキサーありましたね。はい。これはね、3枚入れて、まあ入れた種類と違う選手が1枚出てたということで、結構絞れてたんですよね。まあ、結構絞れてたんですがまあ、それなりにまあ絞れてたんですよね。まあ15%ぐらいかな。には絞れてたミキサーがあったんですが、まあこれは覚えてる人意外といないんじゃないかなと思いますね。はい。 で、今年ミキサーがあるかっていうとちょっとわかんないですけども、もしかしたらあるかもしれませんね。まあ、お気に入り券がないんだったらあるかもしれないですね。はい。で、排出期間的には12月7日から12月12日まで。まあ結構短かったんですよね。3日間、6日間ぐらいかな。だったので、まあ今年もしかしたら7月24日に出るんだったら7月31で終わりとかいう可能性もあるんでね。うん。まあここは開催期間はもしかしたら一緒ぐらいになる可能性もあるので、まあちょっと注意しておいてください。 ということで、去年ね、こういった、えー、詳細、詳細というか、まあ、こういった感じで、えー、ガチャとかがね、出たりとか、まあ、先週配出が決まったりとか、まあ、してましたよというところをね、先にちょっと触れておきました。まあ、思い出した人もね、まあ、知らなかった人もいると思うんですけど、まあ、こういった感じでしたね、去年ね。はい。 で、じゃあ、ここからは今年の話ですよ。はい。今年の話していこうと思います。まあ、ここからがね、本題なんですけどね。はい。ということで、じゃあ、23シーズンの、まず、マ、ま、ー、あ、オブザマッチの詳細を見ていきましょう。こちらです。はい。えー、5月12日から5月14日に行われた試合。これ、J1 第13節及び J2 第15節でしたね。はい。 ここで活躍した選手に投票して選ばれた各チームのマーブザマッチ1人が限定登場ということで、まあ、ちょっと変わりましたね、あのー、ね、はい。まあ前は J1 リーグの勝利チーム及び、まあ、引き分けだったらホームチームの1人だったんですけれども、まあ、全チーム出るようになりましたというのがね、今年のマーブザマッチの変更点です。まあ、ここが大きなね、変更点だと思います。なのでもう5月12日なんでもう2ヶ月ぐらい経ちますね、最初に告知されてからね。はい。なのでもうだいぶ経ってますが、 はい。まあ、そろそろじゃないかなというところはね、これぐらい月が経てば、まあ、だいたい2ヶ月ぐらい経てばね、実装されるような気がするので、まあ、そろそろかなというのはね、ここにあるかなと思います。はい。で、ここで終わりではなくて、まあ、覚えてる人多いと思うんですけど、さらに6月に行われたね、選手の写真とスキル構成を選ぶ投票のもとにね、カードが出来上がるということですね。はい。まあ、これはね、まあ、新しい、まあ、6月の中旬ぐらいでしたかね、終年入る前ぐらいだったかな。 にえー、投票が来まして、選手のね写真とスキル構成を選ぶ投票が行われています。まあ、なので、これとまあその登場が決まった選手というところをす、えー、り合わせてね、はい、えー、登場するというね、えー、今回のマウンザマッチになっておりますので、昨年とはね結構大きく変わっているのがここにあるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、ここまではマウンザマッチの詳細でしたが、まあ、ここからが本番というかね、ねここがねまあ知りたいと思ってね見ていただいた方もいると思うんで、まあ、ここからね、 まあ今年のマーブザマッチ内定選手。まあ、皆さんおそらく覚えてないと思うので、ちょっと僕と一緒にね、振り返っていこうかなと思います。じゃあまず J1 の登場選手を振り返っていきましょう。こちらです。はい。えー、マーブザマッチ登場選手、登、え、場、ー、内定選手振り返りということで、ここ J1 ですね。ちょっと偏ってますが、文字数の関係でね。はい。えー、ここチーム名はちょっと書いてませんが、まあ、図鑑の左上から、えー、詳細に、えー、詳細というかまあ書いてます、えー。まず札幌が浅野選手ね。はい。 で、鹿島が鈴木優真選手、で、浦和が大久保選手、で、柏がレイソルが松本選手、で、FC 東京が徳本選手、で、川崎が上福本選手、横浜 F ・マリノスがヤン・マテウス選手、横浜 FC がスベンド・ブローダー選手、長男がソンボム群選手、新潟が水戸選手、名古屋が米本選手、京都が豊川選手。 で、えー、ガンバ大阪がイッサム・ジェバリ選手、でセレッソ大,、えー、大阪が香川真司選手で、神戸が大迫選手、広島が河村選手、福岡が今野選手、鳥栖が河原選手というね J1 のね18選手になっております。まあ、ここ、目玉誰でしょうね、まあ、難しいですけど、結構銘柄級の選手もね選ばれてますね。 まあ特に今年注目してまだカードが出てない選手といえば、まあ浅野選手とかかな。うん、ここら辺はね、注目度高そうですけど。まああと、ヤンマという選手もね、今年ね、もう、今現在はちょっと正直水沼選手より部がいいぐらいの、まあ、スタメンって言っていいぐらいのね、活躍してるので、 まあ、ここのね、ええー、こういった選手たち、今後ちょっと、今年ちょっと伸びてきてますが。まあ、あと、ソンボム軍選手ね、ここもちょっと注目かもね。うん。まあ、評価はね、多分後半にガンと上がると思うんですが、まあ、前半のうちにね、こういうマンモザマチね、ね、内定されて、まあ、おそらく85以上ね、当確で。まあ、多分ね、あの、投票の仕方から見るとみんな89以上はね、確定してると思うんで、はい、そこに関しては、まあ、ちょっとね、グレードも期待できるということで、楽しみな人もいるんじゃないかなと思います。 まあだから、正直な話言うと多分グレードが去年もね、そうだったんですけど、89から91かぐらいまでなかったかな、92までやったかなとかで収まってたんで、その超えたことない選手とか結構面白いですね。うん。だからそれこそね、若手選手、まあ松本健太選手とかもそうですね。うん、ここら辺の選手とか。まあ超えたことない選手がね、まあいると思うんですよ、この中にも。まあジェバリ選手もね、言うて、ね、84とかだったしね、あの、フォーカスもね。 とかね、まあ、むしろ、いつも超えてる人からしたらね、ちょっと、グレードがもしかしたら抑えつけられる可能性が、まあ、例えばね、鈴木優馬選手とか、まあ、上福本選手もそうかな。で、あとは、まあ、そうね、うん、まあ、香川選手とか、まあ、もしかしたらブロダードアーセン選手もそうかな。で、大迫選手とか、河村選手とか、まあ、ここら辺の選手たち結構グレード高いんで、まあ、原選手もそうかな。とかはね、ちょっと抑えられてそうですけど、うん、あ、川原選手はま妥当かな。うん、移籍してね。 とかあると思います。でむしろね、まあそういった経験したことない選手というのは結構面白いかもしれないので、まあいろんな注目の仕方ありますね。はい。例えば、 その、これまで限定のグレードとかね、高くて手に入んなかった選手を取ろうというのもね、一つの手だと思うし、まあ、これまでね、超えてこなかった、この超えてこなかった選手が超えたので取っておこうといういろんなね、価値があるんで、まあ、それぞれにね、まあ、引く人は価値を見出しつつ、まあ、お気に入り枠とかがね、ちょっとあるかまではわかんないですけれども、もしあった時にね、誰を取るかというのはね、そういったいろんな目線でね、選んでほしいかなと思います。 まあ、とりあえずね、J1 はね、ご覧の18選手が、えー、登場予定ということで、まあ、一応内定しているので、まあ、登場はすると思うんですけど、まあ、楽しみに待ちましょうということですね。はい。じゃ続きまして、J2、え、のー、内定選手見ていきましょう。こちらです。はい、ここも、えー、22チームね、はい、えー、記載しております。まあ、ここもちょっとね、読み上げていきますと、中島選手、えー、仙台中島選手、秋田が梶谷選手、 山形が田中る選手、岩木が山口選手、水戸が小原選手、栃木が福森選手、群馬が岡本選手、大宮が笠原選手、千葉が三木選手、ヴェルディがマテル選手、町田がエリキ選手、甲府が三平選手、金沢が林選手、清水が乾選手、岩田が藤川選手、藤枝が横山選手。 で岡山が田中選手、で山口・ヘナン選手で、えー、徳島が柿谷選手、長崎・畑野選手、熊本・田代選手、大分・中川選手と、まあ、ご覧の22名となっております、まあ。ここの方がどっちかというと初めて多分85超える選手多いだろうね。うん。まあそうね、意外と超えてこなかった選手も多いですからね、まあ、中島選手とかもねキャリアハイグレードになるんじゃないですか、意外とね。うん、超えてそうでもおかしくないですけどね。うん。 意外とここまでのカードは多分出てないとかね。うん。まあ出てるとしたら逆に出てる選手の方が少ないよね。まあ田中たる選手とかね、去年、あのー、月間ベストゴールかなとか持ってる人からしたらちょっとあれですけど、まあね、95とか出てましたけど、あとはまあざっと見ても、まあそうね、三木選手はもあそうね。三木選手、まあエリキ選手、まあ三平選手も一応95の実績とかあるかな。でまあ林選手もまあグレード高い方かな。で、乾選手もそうね。で、横山選手もまあ高いだろうね。うん。 で、え、あと、柿谷選手がちょっと微妙なラインかな。うん、まあ、ちょうど、もしかしたら、普通の限定とかと一緒ぐらいかな。うん。で、中川選手もね、このまま85を超えてましたけど、まあ、キャリアハイグレードにはなりそうというところで、 うーん、まあ、結構やっぱ少ないですね。うん。まあ、日頃から超えてるのはミキ選手、エリキ選手とかそこら辺かな、イ選手とかね。はい。意外は結構ね、89以上ってなるとだいぶ初経験者がいると思うんで、まあ、特に推しのチームね、皆さんのひいきチームの選手で、そういう若手の選手とかね、まあ、これまで85超えたことない選手とかが選ばれている方も多分多いと思うんで、まあ、そういうところね、J2 とか狙うんだったら、もしお気に入り権があるんだったらね、狙うとしたらそういう狙い方もあるんじゃないかなと思います。まあ、純正強化とかね。 まあというのも、あと23シーズンに入ってからね、えー、自チームの影響も大きくなってるので、そういったところをね、あの、考えると、まあスタメン候補に一気になったりとかね、する選手も、まあスキル構成もね、多分いいと思うんで、投票してるんでね、はい、期待できると思うんで、まあやっぱね、期待値は高くなるのはね、まあいろんな見方あるけども、まあ当然かなと、まあそれぞれにね、やっぱ価値は見出せると思うんで、まあどの選手にしろ楽しみな要素があるんじゃないかなというところで、はい、ここは楽しみにしておいてほしいなと思います。 ということで、J2 はご覧の22選手が登場予定となっております。はい、ということでね、今回、マーブザマッチが登場間近か,かもしれない記念ね。<laughs> ということで、はい、今シーズンのね、あのー、内定してる選手の振り返りだったり、振り返りだったりとか、今シーズンのね、マーブザマッチの詳細だったりとか、 まあ、去年どういった感じで開催されてあったかとかね、まあ、ついでにですけど、ちょっと見さ、の紹介させていただきました。まあ、よかったらね、えー、ここね、参考にしていただきながら、まあ、ぜひね、確認をして、まあ、自分が狙ってる選手、どの選手狙おうかなとか聞くことをね、考えてる人はぜひね、えー、考えつつ、まあ、楽しみに登場を待ちましょう。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。